将来世代に渡せるじゃないですか。全然負担ではない。豊かな生活負担なんですか、この人。そんなことないでしょ。そこまでド M じゃないでしょ、さすがにあまりさん。ですね、あのエンカウンタープレスという、サイトがあるんですけども、そこ、まあ、そこ初のヤフーニュースということになります。でですね、このサイトで何を取り上げているかというと、自民党の甘利明税調会長の、つぶやきですね。いわゆるツイッターでのそのつぶやきを取り上げているんですけども、ですね、彼、結局、消費税 10% 据え置きのままにしました。減税とか、消費税廃止には応じませんでした。で、なぜかということを、このツイッターのつぶやきで書いてるっていうことを、エンカウンターが言ってるんですけどね。でですね、まあちょっとこれ読んでいきます。一方、野党のみならず、自民党の若手議員からも消費税を一時的に減税すべきとの意見も上がっていたが、甘利氏はこれを却下した。でですね、こう言ってるんですよ。甘利氏は、消費税をなんで下げないの？よくいただく質問です。と前置きした上で、減税できない理由を突きのように述べたと。おー、養分やってきました。私の養分やってきました。真っ向から対立しますね。このサイトの私のチャンネルのこの趣旨と真っ向対立してる、ことですけども。まあちょっと聞いてみましょうか。ですね、こうですね。健康保険や年金や介護保険まで完備している日本のような国って、実は世界で数カ国しかないんです。うん、いいことですね、それは。で、将来にわたって制度が続くためには、次です。専用の財源が必要です。だから、社会保障にしか使えない消費税を導入したんです。ははは。まず、じゃあぶった切っていきましょうか。将来にわたって制度が続くためには専用の財源は不要です。専用の財源は不要です。うん、だからまあ、消費税、なくても実は、税収入は増えるんですね。この方は2016年に日本にいたんですかね。まあ2016年、もしくは2017年、または、まあ2017年に発表ですよね。その2016年の税収入。2014年に消費税、5% から 8% しました。で、2014年、2015年、上がりました。税収入。2016年、下がってんですよ。普通に右肩上がりするんじゃないですか？消費税増税して。右肩上がりなんでないですか？違うんですよ。やっぱり消費税、増税しても下がるんですよ。だから2016年にこの人いなかったんですかね？ちょっと聞いてみたいですね、本人に。でですね、まあ、今度は消費税 1% 当たり、2.8 兆円の計算で、もし 5% に下げると年間で14兆、税収が減ると主張しています。一時的とはいえ、消費税率を下げた場合、過去の例から元に戻すのは時間がかかることと強調しと。まあ、ここら辺、じゃあ突っ込んでいきましょうか。ですね、これ税収が下がると、消費税 1% 上がり、消費税 5% 下げると、年間14兆、税収が増えると。税収増えますよ。消費税収は増えますよ。消費税の税収は増えますよ。でも、消費税を減税する。それでガンガン国債発行する。例えば、ここで言う社会保障費に、消費税当ててるって言ってるじゃないですか。疑わしいですけどね。まあ、消費税をなくして、それで国債発行すると。そうすると、やっぱり経済が成長していきますよね。社会保障費にも全部国債発行するんです。国債賄うんですよ。社会保障費だなど、で、どんどん上がっていきますよね。経済が成長していきます。と同時に、税収入も増えます。当たり前ですけども、経済が成長するんですが、税収入増えますよ。例えば、私よく例えて言うんですけどね、今よりも、GDP が倍になったらどうでしょうか。年成長率 4% で15年積み上げた、15年やったら、今550兆円ぐらいですか。それが倍になったら、1100兆円になったら税収入増えるんじゃないですか。 もちろん消費税廃止ですよ。廃止で、税収入増えるんじゃないですか。倍ぐらいになるんじゃないですか。倍近くになるんじゃないですか。普通に、いいじゃないですか。
ただ、何回も言いますけど、国債発行して、まあ、唯一の、その、ウィークポイントは、インフレ率が高くなるということです。だから、そのインフレ率高くなったら、例えば 10% か 20% がすごい高くなったら、その時税収入、その時消費税、まあ、かけてもいいかなとか、財政支出を抑えようかなでもいいです。で、税収入でかけて、税収入、まあ、消費税やってもいいですよ。あるいは税率アップさせてもいい、いろんな税金に。それで、まあ、お金、市中に流れた、お金をまあ、回収すると。そうすることで、どんどんまたインフレ率が、下がってきますからね。最後ですね、ここを読んでみましょう。戻すまで20年かかったら280兆円穴が開きます。それらは全て子供たちの世代の負担となります。未来の世代に対する責任も踏まえて決断していくのが政治です。というんだったらなおさら消費税はいらないです。今言ったように消費税廃止する。国債発行バンバンする。で、経済成長しますね。経済成長するということは実質賃金も上がってきます。まあ豊かになります。豊かなものを、経済成長率と、その豊かなものを、豊かな生活を、将来世代に渡せるじゃないですか。将来世代に渡せるじゃないですか。全然負担ではない。豊かな生活負担なんですか、この人。そんなことないでしょ。そこまでド M じゃないでしょ。さすがに山里さん。まあ、それと、あと、国債発行で、国債を、まあ、税金とかで、まあ、しなきゃ、払わなきゃいけないとかっていう人、まあ、いますけども、ですね、基本、国債発行は、また、国債買い替えて、どんどん永久的に、発行していって、もういいんじゃないですか。そういう、それで大丈夫だっていう人、多数いますからね。私もそう思います。私もそう思います。それと、あと、そういったことで、将来世代に、まあ、付き合いを残すとかって言ってますけども、今言ったように、消費税をなくす、それで財政出動する、それで、税金が増える、で、まあ、経済成長する、税金も増える、で、実質賃金も上がる、豊かな生活を将来世代に渡せる。まあ、というように、で、最後にこれ、日本の未来を考慮しない判断だったとは会社とってます、ね。で、ちなみにこの、20年かかったら280兆円穴が開きますっていうのは、全くこれ成長しない場合を想定してますよね。消費税を減税して財政出動すれば、そりゃ成長しますよ。よっぽどのことがない限り、今みたいなこの疫病が流行って、それで、経済活動を一切停止するとか、あと地球が真っ二つぐらいになるぐらいの、大地震が起きて日本もそれ巻き込まれたとか、そういうふうになったら話別ですけども、まあ、そんなことなんて、まあ、起きないじゃないですか。もう、起きたら全滅ですからね。でも大体そんなこと起きませんよ。まあ、通常状態を考えれば、これは全く成長しないことを、想定しますけど、まあ、この人は、じゃあ、成長しない日本の社会を将来世代に渡すということで、そんな、国会議員の責務なんてあるんですか？ただ、もう、だって、ちゃんと言ってるじゃないですかね。未来の世代に対する責任も踏まえて決断していくのが正義です。決断するんであれば、消費税を減税して、財政出動して、国債発行して、それで経済成長させて、それで、実質賃金もアップさせて、それでそういった豊かな生活を将来世代に渡す。そういうふうなことを決断していくのが正義じゃないですか。明らかにこれは消費税を 10% に増税、まあ、消費税を増税する、まあ、あるいは消費税高い水準で据え置きすることに対する反論を自分で言って、なおかつその反論のことをダメだと言ってることをやってるということになりますよ。もうめちゃくちゃじゃないですか。まあ何を考えてるのかよくわかりませんけど、まあまあ財務省の犬ですよね。麻生太郎、財務省と同じように、まあ犬ですね。まあ犬は何匹もいます。多分財務省何匹も飼ってんじゃないですか。ただね、今言ったように、もう大体、ちなみにこれはまあ Yahoo ニュースなんでコメントも読めるんですけども、まあコメントも大体私と同じような感じです。まあ、甘利さんの、まあ、このか、のツイッターに対する反論ばかりですね。まあだんだんね、ということで、まあ、普通の一般の人たちも、皆さんも、我々、私も含めた一般の日本国民、だんだん分かってきましたからね。まあ、この調子でガンガン、消費税廃止に持っていきましょう。ということで、この、まあ、記事を読んで、甘利さんのツイッターを読んで、
なおさら、なお一層、消費税は廃止すべきだというふうなことを思いました。はい、ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。